編成長400メートルに及ぶユーロスターを収容可能な県社湖日立製作所のノースポール車両基地、ノースポール国際車両基地はイギリスのロンドン近郊にある車両基地である。1994年にユーロスターの基地として開設され、2007年11月まで373型電車の保守管理、留置をしていた。2015年からは、 都市間高速鉄道計画向けの日立製作所制、高速車両のノースポール車両基地として使用されている。グレートウェスタン本線のイーリングブロードウェイ駅、パディントン駅間に隣接する場所に位置する。基地付近でグレートウェスタン本線と交差するウェストロンドン線の上下線から立体交差で車両基地まで線路が引かれており、ユーロスターは同線を経由して始発駅である。 ウォーター流駅まで改装されていた。車両基地の符号は NP。2007年11月、イギリス国内の高速新線が開業したことで、ユーロスターのロンドンにおけるターミナルが、ウォーター流駅からセントパンクラス駅に移動した。車両基地もストラトフォード駅に近いテンプルミルズに、新しく作られたテンプルミルズ車両基地に移転したため、従来の、この車両基地は余剰なものとなった。 その後、都市間高速鉄道計画向けの日立製作所制、高速車両の保守基地として使用されることとなり、2015年3月に、完成した。レールアトラスグレートブリテンアイルランド、SK ベーカー ISBN0 から860935531、デポマークにプロミセス、ファスターメンテナンスオブファスタートレインズ。 レールウェイガゼットインターナショナル、http コロンスラッシュスラッシュ www.railwaygazette.com スラッシュニュースビューアーティクル2 0 0 7 7 8 7 0デポマークにプロミセスファスターメンテナンスオブファスタートレインズ HTML 未来への軌道に乗る鉄道システム事業の拡大日立ち評論 2016年1月2日23ページありがとうございます。